落ち着けよジャン、分からせただけだ。彼はまだ状況を理解してなかった。だがこれで伝わっただろう。口の聞き方を間違えたらどうなるのかが、みんなに。なあ、一体誰がお前に小山の大将を気取ってほしいと頼んだ。よく聞いてくれたなジャン。みんな聞いてくれ。俺は10ヶ月前エレンから今回の計画を聞いた。ジークを利用し、始祖の力をエレンが掌握する計画だ。俺は仲間を集め、エレンの手助けをし、計画は今日達成された。お前たち義勇兵は指導者を失った。味方をしてくれる兵団の後ろ盾もな。そしてお前たちは故郷をも失う。地ならしによって全ては巨大な足跡の下だ。お前たち義勇兵がこの島に来た動機である故郷の復興の夢も失う。それでもこの島でエルディア帝国のために力を貸してくれる者がいるなら声を上げよ。我々は歓迎し、エルディア人として迎える。ふざけるなクソ野郎。誰がお前なんだ。鉛玉に屈することなく義勇兵の誇りを貫いた。でも誇りに死ぬことはない。いいじゃないか、屈したって。こんな死に方するより生きてた方が。